ので、先日ですね、こういうその、まあ、じゃあ千葉県の6都市の地図は東京にまたがるです、なんだろうなんて思って、まあ、6都市の方がとっても多いですね、首都圏っていうのは。で、まあ、臨時その県もあって行徳駅、まあ、星のコーヒーをですねどうなってるかな、開店後1ヶ月はと思って見に行ったら、こういうちょっとびっくりしたんですね。まあ、これは私なんですけれども、大体、まあ私でも背の低い方で、まあ、彼もですね、おそらく日本の、まあ、次第に多い日本の大学生に多い典型的な昔からですね、日本人の若い男性がですね、なんかその後ろを去りしてるんで、あ、よく逆はよく見るんですね。こちらが男性でこちらが女性っていうのはよく見るんですけども、この若い男性版はちょっと初めてたまたま画面に映ったので、まああれですけれども、なのでそのこの不思議な六都市の方っていうのは、確かに日本人はですね、小さい方が多いんですけれども、でも大きい方もいるんですよね。なんでその小さければ偉いとかで、ね、日本人とかその皇族だとかで、そういう感覚はあまりないっていう、なんですけど、まあ、最近その若い方っていうのはこういう、まあ、ファッション誌もあれで、発達でですね、とっても綺麗な、とても可愛らしい方がとっても多くてですね、私もたまに買っちゃうんですけれども、ですね、なのでちょうど変わり目の時期で、まあ、特集なで、まあ、細かく言うとですね、こうした方々は古いベトナム系の方で、中野区とか杉並区に多かった、元は浅草の方なんですね。でかなりもう長く定住していて日本人化してますけれども、あまり交流はないんですけれども、なのでこういう場面もいるってことも特集なんですね。でちょっと私ぐらいの世代にとってはですね、でびっくりした。彼もそんなに背は高くなくて、まあ、180ないんですけれども、まあ、小顔でだからまあ8頭身はあった。で、まあ、戦後どれだけ背が伸びるかっていうその親に反してですね、っていうことを千葉県から東京都にまたがるですね、シックスヘッドトールのですね、で、まあ、よく見るとベトナム系の古い移民の方3世4世で、まあ、台湾系の方によく似たような錯覚に落ちるんですけど違うんですよね。なんで浅草の方とか杉並中野の、まあ、背の低い方っていうのは全く違う、うん、芸能関係のスタッフとかそういう関係じゃないですかね。それでですね、そうなんです。だから私もそうですけれども、スポーツやっていて、このような男子学生っていうのはとっても昔から多くて、都内の6大学とかですね、野球選手の中にも私たちぐらいの世代のプロ野球とかですね、多いですよね、ジャイアンツとか、なんであれなんですけど、またまたはですね、あ、びっくりしちゃったっていう、そうなんです。